ってる？もう、あなたって何も分かってない。心は次すぐ変わるのよ。答えは一つじゃない。一緒に放課後デートをすれば、帰り道そけなくまた明日手をつなぐことくらいなら、男なら今はごめん。私もあなたのことわかっているのにごめんね。そしてなんだかんだ許してしまうのでした。めでたしめでたし。